今日ですね、教えてマッサン第、5回目、はい、5回目になります。5回目やっときました。前回からずっと続いてた、戦術関連の話、原理原則から始まって、まあ、ちょっとだいぶこう話がふわふわふわっと膨らんだ戦術の回があったんですけど、今日はですね、第5回目ということで、本日の教えてマッサンのテーマはこちら、はい、戦術トレーニングの目的とはということで、はい、今こちらって言ったらここに出たりしてる。そうそうそう、ここに出たり、ここに出てるはず。前、そう、前はテレビがあったんだけど、うん、ちょっとこうリニューアルして、うん、ここに机もあるし、映ってるはず、ここに映ってるはず、はずです。はい、今日は戦術トレーニングの目的とはということですね。今回も、これまでの1回から4回のところでやってきたような原理原則から戦術っていうところをより深く知るために、まあ、前回のところですね、特徴的な、動きとかそういうところも含めて、今回はその戦術ですね、駆け引き、それの目的、あと必要な能力とかいったそういったところをいろいろこれからも掘り下げていくことになります。で、今回は、何回も言うんですけど、戦術のトレーニングですね、トレーニングの目的とはということで、戦術的に、駆け引きしながらアクションする上で、まあ、大切になっていくポイントですね。で、まあ、戦術トレーニングとは何ぞやっていうところの前に、まあ、ちょっと軽くですね、まあ、そもそもプレーの目的、プレーの目的、何のためにプレーしてるのみたいなところにもちょっと触れながら、まあ、戦術的なトレーニングをする目的とか、どんなことするのみたいなところで、まあ、実際にもう少し目的をいろいろ深めてみたいと思います。まあ、もう過去にも今日も言ってみましょう。では教えてマッサン、はい、プレーの目的、戦術トレーニングの目的とは、どういったものなのでしょうか。はい、まず最初はプレーの目的というそのところの話ですけど、プレーの目的、プレーの一般的な目的は試合が終わった時に勝ってるっていうか、勝ってる、基本的には勝ってる。まあ、あれですね、例外的には負けた方がいい時もあるかもしれないですけど、あ、はいはいはい、基本的には、試合で勝つ、試合が終わった時に勝ってる状態であることがプレーの一般的な目的。やっぱりこういうのって結構日本のトレーニングとか指導のやつにも書いてあるんですけど、やっぱり一般的なプレーの目的っていうようなことっていうのをやっぱりこう明確にしておいた方がやっぱり良かったりするんですか。どうなんですかね、まあ、もうこれはみんな、まあ、でも知ってるのは知ってると思うんで、知ってるとは思うんですけど、でも言葉にして文章化しておくっていうのは、まあ、指導者にとっては重要かな。はいはい、一回、まあ、こういうもんだよみたいな感じで、うん、まあ、誤解する人とかというか、まあ、いろんな答えがあるとね、これが正しいとか分かんなくなっちゃいますからね、うん、例えば楽しむとか、あ、そうですね、なんか自分らしくあるとか、いろいろ別にそれが間違いじゃないんだけど、まあ、原理原則とかと一緒で、うん、こういうもんなんだっていう、そうですね、ある程度明確にしといた方がいいって。いや、もうある程度っていうか、もう確実に、確実にもう育成年代であってもそこは外しちゃいけないと思う。なるほど、一般目的として、そう、一般的な目的は勝つこと、勝つことで、まあ勝つこと、その、うん、ただし、まあ、うん、まあ、勝つことが一般的な目的だけど、特別な目的っていうのは絶対あると思うんで、楽しむこととか、まあ、勝ちに向かうっていうのは絶対大切です。勝ちにこだわりすぎるとか、勝つことに執着して、なんかトレーニングがちょっと過剰になったりだとか、ね、指導が過剰になったり、そういう意味の勝つことにこだわるっていう意味じゃ多分ないと思うんですね。多分プレーの目的が何なのかっていうのを明確にするってことがまず大事だってことなんですよね。これはもうだから選手の皆さんや例えば保護者の方々もそうなんですけど、そこはね、やっぱりしっかりはっきりしておいた方がいいってことですね。プレーの目的は、勝つことですね。そうですね、勝利を獲得すること、勝つことっていうことです。じゃあ実際に、戦術、そのね、勝つために戦術使ったり、戦略、まあ、チームの戦略があって、
戦回とか戦略があって、で、まあ、戦術をいろいろ駆使して戦うっていうところの、まあ、実際のトレーニング、まあ、そういったところの目的ってどんな趣旨でやったりされるんですか？冒頭とか後頭でまず静的な状態で太されたら抜ける、はい、抜ける動きがあって、その抜けるっていうのはどういう何のために抜けるのかとか、その辺を伝える、はい、で、そうやって知識をまず獲得して、その後に、まあ、動的なところに入っていく、動きの中に入っていくんですけど、まあ、コートの中に入って、その抜けるという動きを実際に体験する、まずは最初にこういうもんなんだよっていう、まあ、知識的なもの、言葉であったり、まあ、絵で見せたりだとか、具体的に知識っていうもので知らせて、そこから動的がアクションするってことだと思うんですけど、動的するようなことに入っていくって感じで、そうですね、はいはいはい、まあ、そこのレベルはいろいろ考えない、指導者が考えて、はいはいはい、やらないといけないんですけど、まあ、最初に伝えるとしたら、例えばこの戦術何全く知らなくて、それを伝えるとしたら、相手のいない状況で、練習しないと全く分かんないし、はい、まあ、そのイメージさせるっていうのは重要ですよね、はいはい、でも相手がいきなりいちゃうと難しくてできない、はい、実際は相手がいるところでやるんだけど、うん、まずは一旦こういうもんだよって理解するとか、ちょっと順を追って理解するのには相手がいない状況でっていう意味で理解するってことですね、そうですね、はい、まあ、それでまあ伝えながら、まあ、そうやってその伝えたことをうまくしていって、で、次に必要になってくるのが、その自分に合ったその方法を得る、例えばさっき抜けるっていう話なんですけど、うん、例えば自分の足が速かったら、相手との距離がちょっとあっても、抜けるっていうのはもう相手の背中を取りに行く、相手の背中を奪うことなんで、ビュッと走っちゃえば、でそれで背中にボールが出てこればいいんですよ。だから自分の身体能力を生かした抜けるっていうことをやった、で心の面でもそうで、例えば、攻撃的な選手で、ドリブルも上手くて、心理的にも例えば自分が攻撃するっていうその備えた子だったらドリブルをする、でそのドリブルっていう手段をその子に応じてドリブルをしてるから、はいはいはい、個性に合わせてその戦術の手段を得るっていうのが重要です、はいはい、要は10人いたら1つの戦術理解じゃなくて10人の理解のレベルがあるんですね、でそれが使えるか使えないかとかもあったり、はい、どう使うかっていうのも選手によって違うから、だからそこは個々の能力や個々の状況に応じた理解に応じて与えてみたりやってみたりってことね、それを伝えた後に今度経験していくっていうのが必要で、はい、まあ、もしかしたらもう最初からちょっと見当違いで俺ドリブル下手なのにドリブルしちゃったとか、まあ、なんかいろいろあるかもしれないですけど、そういう意味でも経験していって、で、あ、俺はこれはできる、これはできないというのを経験していくことで、最終的に試合に行けるその、まあ、予測ができるようになってきますね、はいはい、パスがこうなってて、ここでもらえましょう、あ、そういうことか、わざわざなんかこう、私はコーチに言われたあれができてるかできてないかではなくて、私なりにできてるかできてないかっていうような形で経験を積ませるわけですよね、そう、各自に合わせた戦術のトレーニングをしていかないといけない、まあ、それが目的で、うん、でまあ、教える側からしたら選手の長所も、まあ、推測であったりもするんですけど、こういう長所があるんだろうなっていうのを思いながら、伝えていかないといけないし、そうやって経験を積むと、そういう経験積んでいけば、まあ、予測できる、戦術的推移、うん、まあ、難しいことになっちゃう、マッサンのちょっとカンペみたいなんですけど、マッサンのメソッドでスペインで言うと戦術的推理ですね、うん、まあ、多分推理推察、要は考えて予測して、まあ、オートメーションっていうか自動で動けるようになるために経験を積むと、 逆で言うとね、経験を積むために各自の身体や技術、精神とかそういった状況に応じて経験をさせていくと、そういったものを、まあ、戦術駆け引きをトレーニングする中で覚えると、経験する、まあ、そのためには一番最初は、うん、動的じゃなくて静的なところから入って、まあ、実はこの教えてますさんがある意味その静的な静的なものだったりするんですね、うん、
だからこれ見た、実際マッサージに教わってて教えてマッサージ見てる人はもう今ね、性的なトレーニング受けてるからこういうのがもっと回が進むとだいぶ動的がやりやすくなるんじゃないかっていうことだったりするんですかね。そう、なんか実際こうやってマッサージに戦術トレーニングってどういうものかって教えてもらうとよくわかりますね。なんか普通にただサッカーとかフットサルとか、フットボールね、全般をみんなでトレーニングするんだよって、そういうなんか漠然としたものじゃなくて、まあ、これまで言ってきたような戦術トレーニングっていうか、そういったものを大切にするようなトレーニング、だから戦術トレーニングを総じていくと、そういう考え、なんかね、みんなでなんか一緒になってやっていくとか、ただ漠然と上手くなるためって思ってたんで、ちょっとまた違うね。違うですね。みんな同じことやってるんですけど、外見からしたら、でも自分の視点だったり、多分それぞれの指導者の視点で言ったら同じことやってるけど見方は全然違う、ね、一人に対して、なので個別性っていうのもはすごく重要だと思う。はい、本当なら一人ずつ、つきたいぐらいね。まあ本当、なんか一人の選手に対して一人のコーチがつくぐらいになるとそれは最高なのか。だからフットサルだと5人のメンバーがこうやってるところで5人が見ていて、それでさらに総監督になるからそれ最高なんですよ。それだと選手多くなりますよ確かに総監督いてすごいなそれ。けどそれぐらいに一人ずつのその経験の仕方があるから、右向け右みたいになんかやるっていうわけではない。なんか戦略的にはね、なんかこういうふうに考えたりして一つのところに向かっていきましょう、それこそさっき言ったプレーの目的は勝つためだったりするんだけど、その中でどうやっていくかっていうのはそれぞれだから、でそれぞれが向き合って経験していくような戦術行為だっけ、戦術アクションをやったもんね前。はいはい。だからその戦術アクションをトレーニングするのが戦術のトレーニングなんで、戦術アクションって確か認知決定実行のその過程のことで、それをトレーニングするっていう意味ですよ。だからチーム全般っていうかはもうその個人のところにフォーカスするのが基本。はい。そういうことで、じゃあそろそろお時間になりましたので今回はここまでにしたいと思います。教えてマッサーですね、本日のテーマは、戦術トレーニングの目的でした。はい、そうですね、戦術トレーニングの目的とはということでですね、プレーの目的にもなるような、勝利を獲得するために、戦い方を知り経験を高めると、その戦い方を予測して先にオートメーションですね、自動で考えたり体が勝手に動くようになるような、そういったために行うのが戦術トレーニングだよということが分かりました。なんでね、皆さん今後、トレーニングといえば戦術トレーニングするんだ、俺駆け引き上手くなるんだみたいな感じで、ぜひ戦術トレーニング、ね、やってみたらいいんじゃないですか。なんか変なまとめがおかしい。戦術トレーニングっていうのがあるので、ぜひみんなも駆け引き楽しんでください。そんな感じでですね、教えてマッサーですね、次回もまだまだ奥の深い、戦術についてですね、ちょっと掘り下げて、特に選手の能力についてちょっと掘り下げてみたいと思います。はい、それではですね、今回は教えてマッサー第5回目以上になります。はい、また次回もですね、教えてマッサーでお会いいたしましょう。はい、それではアスタルエゴー。